静かなる防衛の時間です。今日は輸送艦大隅、最近気になります。大隅、オーストラリアに海外任務に出ています。ついこの間岸壁に少し後ろの部分をぶつけてしまいましたが、大隅は178メートル、幅 25.8 メートルです。結構長いですよね。178、まあ、F35BU は168ですから、最短離陸がそれより10メートル短いぐらいですね。大隅は全通甲板で、甲板上もトラックやヘリなど着地もできます。トラック以外にもっと災害時だと物資も積み込むことができます。それに後ろのハッチが開くので、揚陸艦みたいに海上で ホバークラフトなど輸送用の物資の排出ができます。何より離島防衛に結構役立ちますよね。出雲回収後、大隅、下北、国東、どれかが合同で任務に当たるのではと考えています。それに水陸機動団の水陸両用車 AAV7 も後方から排出任務に当たることができます。離島奪還作戦などスムーズに行えるようになります。それに内部も全通甲板ですので、全通になってますので、ホバークラフトに、いろんなトラック、装甲車、いろんなものを積み込むことができます。それに AAV7 には13人ほど乗り込むことができるので、それが4機5機積むことは可能です。これにより
作戦任務を行うことができます。あと災害時の救援などいろいろと使えることはたくさんあります。人によってはフェリーという方もいますが、フェリーより高性能、後ろのハッチが開きますからね。それに理想としてはやはり4隻体制が望ましいかなと考えます。現在3隻の建造でもう1隻必要となってくるでしょう。海上自衛隊はいろんな国々に今海外派遣で出雲や護衛艦、イージス艦、いろんな訓練を行いながら任務をこなしています。いつも香川ばっかりが注目されますが、伊勢、日向も注目したいところです。伊勢や日向独自の装備品などもあるので、注目ポイントは多くなるでしょう。この輸送艦大隅、人員もかなりの輸送はできます。海外 PKO などの任務などの時にも大隅は活躍しています。いろんな場面で輸送艦っていうのは働きます。 PKO だとやはり道を作ったりするの、そういう建設的な重機が必要になってきます。PKO でも安全とは限りませんので、やはり危険を伴うという意味ではどこでも武装しておいた方がいいのではないかなと考えられます。しかし自衛隊は武装することはできないので、そのあたりが今後の課題となってきます。スピードも22ノット、まあまあの速さで進む建造価格は503億円、
意外にかかりますね。やはりしっかりしているからでしょう。年々やはり材料費の高騰、今現在10年前の倍にはなってるじゃないでしょうかね。しかし大隅の今後の期待は護衛艦出雲型と日向型との組み合わせで任務に就くというところでしょう。今後どんな作戦を展開するか楽しみです。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。